ここが奴らのアジトか。クイーンの言う通りじゃったな。遅かった。中はもぬけの殻か。これは、うん、久しぶりだな、銀の魔術師。いや、エージェントシルバさん。何してるんだろ。クイーンは約束した時間を守った試しがありませんよ。はぁ、お互い苦労しますね。にしてもジョーカーさんを待っていたらロコさんが来るなんて。お互い目当ての宝同じのようですね。むむむ。おや、君たちだけかい。あ、スペードさん。キョ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 、これはチャンスですね、スペード様。ああ、オリンポスの財宝は僕らがいただくことにするよ。では失礼。こうしてはいられないですね。お先に。え、ロコさん。おい、待ってくださいっす。鏡と影のラビリンス。うん、伸びてきた。そろそろ切ろっかな。にしてもロコ遅いわね。私より先に出たはずなのに。ん？あら、ジョーカー、それかっこいいわね。ブラックスピーダーだ。え？久しぶりだな、クイーン。あんた危ない。大丈夫か。ええ、シャドウジョーカー。覚えててくれて嬉しいぜ。そう、俺は光を塗りつぶす黒い影、シャドウジョーカー。なんでこんなところに。お前たちがオリンポスの財宝を狙っていることは分かってるぜ。お前らには絶対に渡さない。待ちやがれ。どっちに行ったのかしら。あの野郎、また俺の邪魔を。どうしてジョーカーを狙うのかしら。知らねえよ。誰かの恨みを買った覚えがありすぎてわかんねえし。でしょうね。つうか、俺よりお前の方が奴のこと知ってんじゃねえのか。わからない。お互い何も聞かなかったし。ま、あの野郎が誰だろうとお宝は渡さねえけどな。なんか出そうだな。やめてよ、そういうの。
今何か聞こえなかった？気のせいだろ。あ、ほら聞こえたでしょ。そうか風の音だろ。今の声。の石像だって。ほんと、なんか随分リアルね。さっきハチの声がしたと思ったんだけどな。スペードじゃん。先に来てたの？おいスペード、何やってんだ。石ん、え、ロコ、ハチまで。なんでみんなにそっくりの石像が？怪物が石にしちまったとか。もうやめてって言ったでしょ。ここはな、ギリシャ神話のメデューサ退治のモデルになった場所だ。メデューサってのはその目を見たものを石に変えてしまう怪物なんだぜ。メデューサ？怪物？そんなのいるわけないじゃない。なんだ、女の子。どうしたの？道に迷ったの？すみません、鏡を持っていたら貸してくれませんか？え、鏡？コンパクトならあるけど。そいつに鏡を渡すな。ありがとう。これでいい。釣られてやってきた愚か者たちよ、永遠に我が迷宮の一部となるがいい。嘘だろ。石になれ。クイーン、次はお前たちだ。そうはさせるか。危ないところだったぜ。まさかこんなことが。ってことはみんなもメデューサが。諦めな、もうそいつらは手遅れだぜ。こいつが役に立つぜ。返せ、そいつはクイーンのものだ。ギリギリセーフ。アウトだろ。うるせえな。つうか、その鏡をどうする気だ。鏡が必要なんだ。神話ではメデューサは勇者ペルセウスに倒された。ペルセウスは石にされないために鏡のように磨いた盾で奴を見てその首を切り落としたんだ。そうか、メデューサを倒せば呪いも解けるかもしれない。知るか、俺は奴の持つお宝をいただくだけだ。待て、シャドウ。お前たちの目的は何だ？どんな凄腕の怪盗も決して盗むことのできなかった宝を手に入れる。何じゃと？神話の闇、時の彼方へと消えたお宝を奪う素晴らしい計画だ。その邪魔となるお前たちには消えてもらう。まずは伝説の怪盗、お前だ、シルバーハート。やはりお前はあの時のエージェントクローバー。その名は失ったよ、お前のおかげでな、エージェントシルバー。この腕を見るたびに思い出す。弟子たちを巻き込むな。お前を苦しめるためにはお前の大切なものを奪うことが一番だ。今頃可愛い弟子たちもギリシャで、そしてお前もここが墓場となる。さらばだ。ジョーカーたちが危ない。
るせえ、てめえも石になってろ。いただき人間ども調子に乗るね。しまった。財宝か。しぶとい奴らだ。だが鏡がなければ恐るるに足らぬ。どこじゃクイーン、ジョーカー。また誰か来たようだな。あとはどうやって奴を倒してここから出るかだな。あの鏡があれば。お前のせいだ。何を？素直に鏡を渡してりゃ倒せたはずだ。け、まあいい、無理に倒す必要はない。俺はあのペンダントさえ。ダメだ。俺はメデューサを倒して奴の呪いを解く。勝手にしろ。てめえが奴の相手をしている間に俺はいただくものをいただいておさらばするぜ。なんて奴だ。忘れるな、俺はお前という光を塗りつぶす影だ。光と影。クイーン、ジョーカー、スペード、どこじゃ。クイーン。うわ、わしのクイーン愛しに。まさかそんなバカなことが。うわ、スペード、ギリギリセーフ。ロコ、ハチまで。なんじゃ。お前も石にしてやる。メデューサ、まさか本当に。あとはやつらを。イメージガムがなければ危ないところじゃった。さあて、最高の恐怖を与えてから石像にしてやれ。遅かったな、メデューサ。なに、鏡だと。俺で思う存分戦えるぜ。バカな、そんなお鏡はここにはなかったはずだ。もう、これが奇跡ってやつだ。どうする、メデューサ。ならば近づかなければいい。かわいい。さーて、次はどう来る。人間ごときが一気に。そうか、そういうことか。何がおかしい。その鏡は偽物だ。諸君、メデューサが見破ったジョーカーのトリックは分かったかな。確かにここには大鏡はなかったんじゃ。まずジョーカーがイメージガムで鏡の額縁を作り、ガムの薄い膜を貼る。そしてシャドウがイメージガムでジョーカーの姿になる。二人が完全に同じ動きをすることで、ただの枠を鏡のように見せたんじゃ。しかし、足元に落ちた炎が作り出した二人の影、その伸びる方向が間違っていることにメデューサが気がついたんじゃ。それにしても二人の息はぴったりじゃったな。じゃが、見破られた二人はピンチを切り抜けることができるか。
してその頃、伝説の怪盗シルバーハートはなんと迷宮で迷っていたんじゃが、それはみんなとわしだけの秘密じゃぞ。というわけで続きじゃ。もう気づきやがった。くそ、ここまでか。そんな小細工に引っかかると思ったか。やばい。ここまで手こずらせた人間は初めてだ。石像となり永遠に続く私の孤独を癒し続けるがいい。もうダメだ。なんてな。引っかかったのはお前さ。何？忘れたのか。そこはさっきお前が壊したところだぜ。あの大鏡はな、イメージガムで塞いだこの穴に気づかれないためのフェイクだったのさ。うわ、バカな。ブラッディライン。許さんぞ。一気になれ。ストレートフラッシュ。人間どもめ、財宝は渡さん。全て滅ぶがいい。やったぜシャドウ。ローズ、おい。メデューサは？なんかヤバい感じっす。みんな逃げろ。ジョーカーさん。よっ、あっちよ。どうしよう、もう道がわからないわよ。出口どこっすか。お前たちこっちに来たの。危機一髪だったぜ。おじいちゃんありがとう。師匠はなぜ迷宮の抜け道を？まるでお見通しだったみたいです。いやー、実は散々迷った。いや、これこそが奇跡というものじゃな。やっぱシルバーハートさんは違うっすね。さすがは銀の魔術師です。すげーな師匠。うんうん。じゃがジョーカーもよくメデューサを倒して呪いを解いたな。まあな。でもオリンポスの財宝は逃しちまった。あれ、そういえばあいつはどこだ。あいつってシャドウ？まさか遺跡の下敷きに。俺がそんなドジを踏むわけがねえだろ。シャドウ、お前がシャドウジョーカー、なぜプロフェッサークローバーと共に行動する？何が目的じゃ。俺には俺の目的がある。誰にも邪魔をさせない。シャドウ、守備はどうであった、シャドウ。こいつは手に入れたぜ。メデューサの麻酔症、よくやった。しかし奴らを仕留め損ねたな。倒すチャンスはなかったのか。麻酔症は手に入れた、文句はねえだろ。シャドウ、忘れてはいないだろう。何のために私がお前を生かしているのかを。分かってるさ、いずれ奴らは抹殺してやる。
それがな。麻酔症はあと2つ。待ってろ。俺が必ず。どうしたんだ、師匠。あ、なんでもない。プロフェッサーのことか。お前たちを巻き込んでしまった。ヤツとの決着はわしが。クローバーだかなんだか知らねえが、俺はミラクルメーカーだぜ。お宝勝負ならどんなヤツにも負けねえだろ、師匠。ジョーカー。あー、もう汚れちゃったわ。くたびれ儲けとはこのことだ。でも石のままよりマシだけど。クイーン、ちょっと。スペード様。ん？何それ変なの。クイーンこそ。え？ジョーカーさん、大変す。ジョーカー、どうなってんのよこれ。やべえ、よくも僕のチャームポイントスペード。お前までなんだよ。とぼけるな、君の仕業だろ。やば、許さないぞ。ここまでおいでだ。ショウカー、ショウ君、ごきげんよう。スペシャル速報。なんと1月12日から始まる怪盗ジョーカーリプレイで、これまでのお話からアンコール放送。おお、見逃したみんなは要チェックっすよ。そして4月6日からは待望の怪盗ジョーカーシーズン2がスタート。プロフェッサークローバーと俺たちとの戦いも新展開で目が離せないぜ。ますますパワーアップしたオイラたちをお楽しみに。輝く夜へようこそ。